ロイドキャリアは第二次世界大戦中、イギリス軍およびイギリス連邦によって用いられた小型の輸送車である。カーデンロイド豆戦車を源流とする小型早期式汎用輸送車、キャリアの一形態で若干小型のユニバーサル、キャリアと共に戦場へ人員、装備を輸送する目的で用いられた。ロイドキャリアは装甲後半で組まれた軽量な車体と 15CWT4X にホードソントラックに用いられた機械部品から構成された。車体後部にラジエーター付きの機関を有した。ラジエーターはエンジン前方ではなく背面に配された。車体前部にアクセルがあり、トランスミッションが作動して車体を前方へ動かした。車体前方にある軌道輪と車体後方に取り付けられた。 誘導輪はそれぞれ制動装置を備えていた。それらは運転手により1体のレバーで操作された。車両を左に向ける際にはその側のブレーキをかけると車体は横滑りし新地旋回した。車体上部構造の走行は正面と側面を覆い後方と髪型は解放されていた。しかしロイドキャリアは戦闘車両としての運用を想定しておらず、これは 問題とはされなかった。悪天候から乗員を保護するため、キャンバスで王位を設けることができた。1939年に陸軍はロイドキャリアを試験し、輸送、転院者、人員輸送用として200両を発注した。最初の生産はビビアンロイド自身の会社によって行われたが、後に生産はより大規模な製造会社に委託された。生産を担当したのは、 フォードモーター、ウーズレイモーター、デニスブラザーズ、エイブリングバーフォード、センチネルアゴンワークスである。最終的にロイドキャリアは、総計2万6000両が生産された。ロイドキャリアは、ノルマンディ上陸作戦以降、終戦に至るまで、主にオードナンス QF6 ポンド法の権威に、用いられた。また、王立電機、機械エンジニアの装備するキャタピラーリーと、 ペアを組み、戦車の回収に従事した。この場合、ロイドキャリアは主に牽引者のための予備機材の運搬に用いられた。第71追戦車連隊装属のオードナンス、QF6 ポンド砲を牽引する、イギリス軍第53大隊のロイドキャリア。全く異なるほどの派生型は少ないが、ロイドキャリアに求められた役割に対応して細かな相違点が見られる。 4.2インチの迫撃砲を牽引した方。他に、オードナンス QF2 ポンド砲、オードナンス QF6 ポンド砲を牽引し、砲兵を輸送した。王立通信兵部隊の作業用車両。30ボルトと12ボルトの発電機を装備した方。走行連帯の戦車のエンジンとバッテリーを整備支援した。ありがとうございます。